帯のね、昔は江戸時代はの男性は帯の解き方を知ってた。今の男性の方が女の帯はどうやって解くんだろう。ちょっと今日は大人の時間になっちゃったかな。どうやったらって、本当昔はね、分かってたわけですよ。今の帯の結びは昔のよくほら時代劇見てると、あれかわいそうにってなってるけど、でもかっこいいなと思うこともあるし、でそのように江戸時代の帯の結びというのはそういう結びしてますね。ちょっとやってみます。してたからってできるわけ。ちょっと男性の方いいですか。で、一気に解けるっていうよりも、解けるまでのこうプロセスがあるわけですよ。ってなって、ここがちょっとね、こっち来て。それでね、まずここ一回は引くわけですよ、これ。それでね、ここで男と女の心理を言いますとね、解かれるのを待ってて、寄ると帯は解けない、ね、恥じらいでもいい、解いてほしいと思っても恥じらいということで逃げる。だから解けるの。はい、そしたらね、江戸時代の、はい、ここ見てください。で、あなたはまあよしと思っても逃げてちょうだい。はい、はい、ずっと引いてほら。私のもう何十年の三分賞としてやってます。これが好きなの。話し家さんたちの、これからお出になるね、話し家さんたちの帯結び見せてください。本当に気がいいから、元気でいつも私など惚れ惚れして見てるんですけど、はい、ありがとう。というのは、帯というとか着物というのは言葉なくてもスキンシップがあるわけですよ。で、そういう中に昔の人はね、今の時代みたいに男女が手を組んで歩くなんていうのめったに、まあ影の暗いところではあったかもしれないけどもね、やっぱり今の方がすごい会話があるんですけど、昔は厳しかったからそういうことがない。でもね、どこかでつながれていたのはやっぱり衣服、着物着せてあげたり、手入れしてあげたり、縫ってあげたり、そういう中で私は着物で人間関係の心の触れ合いがあったと思ってます。だから少しでもね、皆さんにこう着物という浴衣を通して広めていって、お互いに日本の文化を守るこう一員としてね、いきたいと思います。じゃあ終わらせていただきます。